ばんは。ドライブお疲れ様でした。ありがとう。千秋楽行くよ、初セプト。お、ありがとうございます。嬉しい。もうちょっと疲れたって肌が言ってた。撮っちゃった。こんばんは。メイクアフターライブ最高でした。本当にありがとうございます。なんかちょっと疲れちゃって、ちょっとさっきまで眠ってたんですけど、ちょっとなんだか多分アフターライブが終わってほっとして、ちょっと頭が疲れてちょっと痛くなっちゃってる今。こんばんは。また感動しました。ありがとう。初セプトめちゃくちゃ良かったよ。月しぐれ最高。嬉しい、嬉しすぎる。いっぱいだった。うん、皆さんのおかげで嬉しいです。こんばんは。2人めっちゃ最高で、いっぱい笑って泣きました。ありがとう。嬉しい。劇場行ってよかったと思ったし、また見に行きたいと思いました。嬉しい。ぜひまた来てください。初セプトした本編もアフターライブもよかった。お、ありがとう。アフターライブね、楽しかったな。まあ今日のひなは可愛さアピール強めだった。よくわかるね。お疲れ様です。お疲れ。先生開かない演技最高でした。あれ本当なんですよ。本当に開かなかった。本当はバシッて開いてこうやってやりたかったんやけど、できなかった。つけてると疲れも違う。全然違うって高尾さんが言ってらっしゃいましたね。高尾さん前回はなんかエクステ部分部分のパッチンで金をつけるみたいな感じだったんですけど、今回はフルウィッグになってて、全然違うわって言ってらっしゃいました。だから全然違うらしいですよ。ちょっと分からんけど、そうそうそう、ママお疲れ様です。疲れてきちゃった。
まおいさんの小ネタが癖になりそう。天から見る人間界のあおいさんはなかなかのなかなかのお姿です。上からこううわーってなったところが見えるんじゃけど、わあおいさんこんなに尊敬してるのにそんなみたいな、お真上から見えるからそんなお姿にってなりますね。まあしずきよと月しぐれを歌いました。星月夜はフルサイズ初めて披露で、どうでしたでしょうか。2番はねほとんどあのじゃないんですけど、歌い分けがハモリをしたかったのでずっとできてとても嬉しかったです。頭がちょっと痛いですね今日。ごめんね、ちょっと早めに終わります。フルで聴けてよかった。私もフルで歌えてよかった。転んでないですよ。座ってる。天使の絵の具さん、天使の絵の具さんお誕生日おめでとう。ありがとうございます。イエイイエイ、プロマイド A タイプ売り切れてた。嬉しい。 B は？ B はどうだったかな。B はどうでしたかな。B は変えた、 B は変えた、 A、 A は変えなかった。 B が完売いろんな説があるんごですね。まあもうもはや寝っ転がって配信したい。
髪の毛が大変今。よいしょ。乳化とかできるんですね。もう売り切れは売り切れでね。たまたま買えた人はラッキー。私買えました。あ。物販動画あるからさ、見てください。うなぎちゃんけん、そうそう、うなぎちゃんけんです。ぜひ見てください。最後吐けるだけパワーってポーズしたように見えた。そうですよパワーってした。まあまうん、まあ、私もすごいすごく反応したいツイートがいっぱいあってさ、いいねとかリプとか他のね方々みたいにしたいなーって思ったりしたけどできなかった。なんか他のキャストさんを見に来てらっしゃった方がいいな、よかったって言ってくださってるやつ。そう、あ、ダダダダムダさん、パンパカパン、ダワー、ありがとうございます。パンありがとう。どっちよ、教会とかいいですよね。今から書いた方が後日でもかいいですか。ごめん、ちょっとごめん、ありがとう。明日大千秋楽見に行きます。お、まだチケットちょっとだけ、ね、あると思うのでぜひお待ちしてます。もうすぐ迎えるよ。まあ、眠たいとかじゃないんよね。こうこんな感じってこと。目の奥が痛いというのかな。ショートニアと伸ばしてる最中ですけどね。目の奥って感じ。カラコンで目にダメージが溜まってるのかな。それもありげー。そしたらまた違う道が見れるかな。うん、イエイ。そう、どうしようかな。楽しかったです今日。
アフターライブって本当に毎回緊張して、なんかうどうしようって感じになるんですけど、まあ今日1曲目がね、私だけじゃないというか、私ともう一人のこのデュエットソングというかだったのもあるし、アリアリウムという場所のおかげで音楽を自由に楽しむことの素晴らしさに改めて気づいて、緊張せず楽しむことを意識していこうって言って思って、そう緊張せずに行けました。あんまりね、ちょっと緊張してたけど、ありがとう。ピンクサイチラホラありました。楽しかったです、本当にありがとう。それではちょっと早いんですが、壇上を読ませていただきます。22コカラスモルさん、21ブルーさん、20キャンキャンさん、19井上しひろさん、18トントン21さん、17アリくんさん、16キルスさん、15位ライザンさん、14位ジュナラゴさん、13位マモルンさん、12位 M ケンさん、11位キミさん、あん変わっちゃった、もう一回いきます。22位井上しひろさん、21位ジュナラゴさん、20位ブルーさん、19位 M ケンさん、18位ルカさん、17位キミさん、16位長谷川さん、15位マサジさん、14位ギルスさん、13位シギさん、12位トントン21さん、11位テリピーさん、10位ゆきさん、9位やすくんさん、8位つぼゆうすけさん、7位ありくんさん、6位なっかんさん、5位ほじゃさん、4位まささん、3位むかしからおじいさん、2位たらきーさん、そして1位はちょるるるんちちゃんだだだたむどさんでした。ありがとうございます。タワーもありがとうございました。また書きます、今度。それではちょっと私は連日のカラーコンタクトとウィッグで頭がちょっと痛くなってるので、配信を早めに終わらせていただきたいと思います。また明日、千秋楽明日で最後なので、ありありやむしっかり寝てゆっくり休んで最後の日を迎えます。当日券ありますので、近くにいるやっていう方待ってるよ。そして近くにはいないけど応援してるって言ってくださる方、配信チケットもありますので、ぜひぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。またね。ありがとう。バイバーイ。